皆さんこんにちは、ジャパンサイファイのレッドです。今回はゴジラタイムズコングザ・ニューエンパイアの PV1 をコマ送りで解説考察していきます。ゴジラタイムズコングの PV1 をコマ送りで見てみると、地下世界でのコング族や地底人だけでなく、本編に登場するゴジラの正体などが見えてきました。さらにゴジラタイムズコングのストーリーも考察していきます。それでは一緒にゴジラタイムズコングの PV1 を振り返りましょう。まずは PV1 を順番にコマ送りで解説考察していきましょう。まずは地上世界カッコエジプト PV1 の最初に登場する場面ですが、ピラミッドが登場することからエジプトだと言えますね。また地下から何かが出現する様子と連動して、記録されている波が大きくなる様子から、この波は地震計で記録している振動の波だと見るのが自然でしょう。さらに地下から伸びてきた手には金属の装置がついていて、手のひらを見るとコングだと言えそうです。さらにこの場面ではこのようなセリフが語られています。人類文明の大部分において私たちは生命が地球表面にしか存在できないと信じていました。これは何か間違っていたのでしょうか。このことから人類が築き上げてきた文明以外に他の文明が存在していたことを示唆するセリフだと見て取れそうです。お次は地下世界の地表部分が登場するシーン。まずこのシーンを見ると画面の上下に地面があることがわかります。普通だと考えられないですよね。ここでキーワードになる言葉が地球空洞説、モンスターバースシリーズの第2作目であるキングコングドクロ島の巨神で初登場した説で、舞台のドクロ島の下には巨大な空洞が存在していました。また第4作目であるゴジラ VS コングでは地下空洞の詳細が少し明らかになりましたね。そもそもモンスターバースシリーズの地球空洞説とは、地上とは別に地下に空間が広がっており、その世界に怪獣たちがひしめき合っている世界があるという説のこと。今作では過去作以上に地下世界が詳細に語られそうです。お次のシーンではプテラノドンみたいな生物が飛んでいます。この生物を拡大すると足の形状から第3作目ゴジラキングオブモンスターズのラストに登場したサイコバルチアの可能性がありえそうです。続いてのシーンでは2人の人物が登場します。この2人の顔立ちを見ると前作で登場したネイサン・リンドやアイリーン・アンドリューズらしき人物だと見て取れそうです。このことから前作の続編という立ち位置であることがわかります。お次のシーンは道具を持っているコング。このコングは道具を持っていることから高い知能と器用な手を持っていることがわかります。ここでこの道具に注目すると、第4作目にてゴジラの背びれなどを利用して作成されたコングアックスと似ています。ここからコングアックスを作った文明が地下世界に生き延びていて、その文明が道具を作っている可能性があると言えそうです。最後は巨大な石壁。この石壁を拡大すると岩の上に建造物があり、細かな模様が描かれていますね。第4作目ではタイタヌスコングというコングの種族が地下世界に作った巨大な建造物が登場したので、この建造物もコングたちが建造した可能性がありえそうです。さらにこの石壁には大きな爪痕が残されていました。そしてこの場面ではこのようなセリフがありました。あれはコングではない。さらに画面を拡大すると赤色のペイントから5本指の怪獣がつけた手形のように見えます。ゴジラの手は4本指なので、コングやゴジラ以外の別の怪獣によって傷つけられたことが考えられそうです。続いては地下世界の地下部分が登場するシーン。まずこのシーンを見ると水晶らしきものが光っている様子が描かれています。このエネルギーについて過去作では地球の核が放出するエネルギーが登場したので、おそらくこのエネルギーが結晶化したものであると言えそうです。さらにコングが持っている斧が光っているので、この斧とエネルギーは共鳴する関係性なのかもしれません。お次のシーンはコングの頭蓋骨。人間ではなく猿のような頭蓋骨のため、おそらくコングの頭蓋骨だと推測できます。さらにコングの頭蓋骨の下には左右に広がる形状の骨があるので、コングの胴体の骨かもしれませんね。最後は地下のくぼみに集まるコングたち。このシーンの手前にはかなり巨大な骨があるので、かつて存在した巨大生物の墓場である可能性がありそうですね。コングよりもかなり巨大な生物というと、想像しただけでやばい雰囲気が漂っています。お次はコングが追われている場面。
コングを追っている怪獣は狼みたいな生物であり、おそらくモンスターバースシリーズ初登場の怪獣。さらに集団でコングを追っている様子から、集団相手ではコングよりも強いということが言えそうですね。今後の PV で新情報が明らかになるかもしれません。続いては地底人が登場するシーン。この場面では両脇にピラミッドらしき構造物が見え、槍を持っている人の姿が確認できます。ピラミッドらしき構造物から、大昔にはエジプトなどの古代文明と交流がありつつも、現在では交流が断たれていて、文明レベルも高くないことが言えそうですね。また拘束されている様子の二人の人物は、前作で登場したネイサン・リンドとバーニー・ヘイズであると推測できそうです。この二人は一体何をしたのでしょうか。お次は広場のシーン。このシーンの左奥には噴水らしきものが見えるため、何らかの広場であると言えそうです。また空から何かが地面に刺さりますが、色や形状から甲殻類っぽい爪に見えます。このことからもしかすると地底世界に生きているロッククリーチャーなのかもしれませんね。続いては水晶のシーン。まずこのシーンを拡大すると、女性が水晶に刻まれた階段を登っている様子がわかります。かなり急勾配な階段なので、落ちたら命が危なそうです。さらに水晶の表面にはある種の模様が刻まれています。おそらく地底人が掘った模様であり、呪文みたいなものかもしれませんね。お次は女性のシーン。この女性の顔をよく見ると、ある一人の人物と顔立ちや服装が似ています。そう、前作にも登場したジアです。ジアとはドクロ島の先住民リーリース族の少女であり、前作ではコングと共に地底世界に行ったジアが大人になり、服装やアクセサリーから巫女的な存在となっているのかもしれませんね。さらにジアの手のひらには影みたいなモヤモヤが見えます。ピンク色の光から地球の核のエネルギーと直接接することで、エネルギーを制御できる力を身につけたのかもしれません。続いては水晶の中に眠る巨大生物の影、背びれらしきものが見えるので、ゴジラだと見るのが自然でしょう。このゴジラの舌はピンク色に光っているので、地球の核から放出されるエネルギーを吸収しているように見えます。過去作のゴジラは核の放射能からエネルギーを吸収していましたが、今作は地球の核から放出されるエネルギーを吸収するのかもしれません。余談ですが、モンスターバースシリーズではゴジラにタイタヌスゴジラという学名が命名されています。もともとタイタヌスゴジラという種は様々なエネルギーを吸収することができる体質を持っているのかもしれませんね。お次はゴジラ出現のシーン。このシーンでは氷山の中からゴジラが出現、目や背びれがピンク色に光っています。ここで首筋も光っていることがわかりますが、5本の線が光っています。線がまばらであり、首筋の反対側には線が見えません。このことから石壁にあった爪痕と同じ傷跡の主によって攻撃を受けた傷跡だと推測できそうです。またこの首筋の傷跡は光っているので、GMK ゴジラやゴジラマイナスワンに登場するゴジラのように、首筋から放射熱線が漏れ出てしまうという弱点箇所かもしれませんね。さらに画面を拡大すると、上空にはヘリが飛んでいます。このことから、ゴジラ出現は前もって予測されていたことかもしれません。続いては、何者かが座っているシーン。この何者かをよく見ると、腕が長く、体毛がびっしり生えていることがわかります。このことから、コングであると考えられそうです。また両手は何かに乗せているので、おそらく玉座みたいなところで座っている模様。前作では、空白の王座が登場したので、今作でようやく王座に座るコングが登場するのかもしれませんね。さらに周りに骨が見えるため、王座に座る資格を得るためには、コング同士が死闘を繰り広げる習慣がある可能性がありえそうです。お次は背中に何かを背負ったコング。このコングは背中に何かを背負っています。小さな骨が連なったものを背負っているので、もしかするとスカルクローラーやウアーバットの骨かもしれません。また頭頂部の体毛が薄くなっているので、年を取ったコングだと推測できそうです。またこの後のシーンでは、一頭のコングが他のコングを威嚇している様子が描かれています。このコングの顔や背負っているものから、先ほどのシーンで登場したコングだと推測できるので、もしかすると王座に座ったコングの正体はこの年老いたコングで、ボス的な存在なのかもしれませんね。さらに海岸でコングが吠えているシーンでは、頭部から先ほどの年老いたコングの可能性があり、地上へ進出した際の場面かもしれません。
最後はゴジラとコングのシーン。まずはゴジラの放射熱線。このゴジラの尻尾の先から背中、そして首へと段階的に広がっていく独特の光り方は、過去作で登場していたタイタヌスゴジラの特徴。さらにゴジラの放射熱線はピンク色で、ゴジラが眠っていた水晶の色と似ています。このことから地球の核から放出されるエネルギーを吸収したゴジラがそれを熱線として吐き出すという原理だと考えられそうですね。お次はコングのシーン。このコングは黒色で顔の細かな傷から2作目から登場するコングの可能性が高いと考えられます。余談ですが、ゴジラの背景には砂漠が見えるので、もしかすると地上から出てきたコングとゴジラが戦うシーンなのかもしれません。最後はゴジラとコングが走っているシーン。ゴジラとコングが共に走っているため、強大な敵から追いかけられるシーンだと見て取れそうです。余談ですが、このシーンだけ見るとゴジラとコングが仲良く追いかけっこしている様子にしか見えないのですが、これは私だけでしょうか。ここまで PV1 をコマ送りで振り返りました。それでは PV1 の情報を踏まえてストーリーを考察してみましょう。 PV から前作の登場人物が多く登場する可能性が分かったので、前作の設定は引き継がれていると見て取れそうです。前作の最後では地下空洞世界へ帰還したコングですが、 PV1 では数多くのコングが登場、おそらく交流を図るものと考えられそうです。ただし、あくまでコングは地上からやってきた異端児であり、最初はコングの群れに受け入れられるとは考えにくいです。またこのシーンからジアたちは地下世界の人々と交流し、暮らしていたと推測できそうです。さらに地下の水晶にはゴジラが眠っていたが、何らかのきっかけで地上へ進出したと考えられそうです。その後、コングも地上へ登り、PV で描かれていたように、ゴジラとコングが共に登場するストーリーだと見るのが自然でしょう。しかしですね、ボス的な存在のコングも絡んでくるはずなので、今後の PV も要チェックしたいですね。ここまで PV を振り返る中で、本作のゴジラは過去作で登場したゴジラなのかどうか、気になっている方も多いかと思います。結論から言うと、過去作のゴジラとは同一である可能性が高いです。詳しく見ていきましょう。前作ではゴジラとコングの戦いが描かれ、戦いの結果、地上での覇者がゴジラ、地下の覇者がコングとなりました。そのため今作でもこの戦いの続きが描かれるとは考えにくいですね。また過去作のゴジラがメカゴジラと戦った際にはかなりの傷を受けていました。この傷を癒すために地球の核から放出されるエネルギーを吸収していたと考えると、自然な流れかもしれません。このことから今作に登場するゴジラは地下で休んでいた同一個体であると考えられそうです。以上がゴジラタイムズコングの PV1 解説考察でした。 PV1 を細かく見てみると、前作の設定を引き継いだ映画であり、コングが主役の映画であると分かりました。皆さんはゴジラタイムズコングの PV1 を見て何を感じましたか？ぜひコメントで教えてくださいね。このチャンネルではゴジラや他の SF 作品を徹底解説考察しています。よかったらチャンネル登録お願いします。それでは次の SF でお会いしましょう。